明する場をご提供いただき、本当にありがとうございます。さて、これから演舞します曲ですが、チーム初のスピンオフ作品です。これまでのオリジナル曲は、歴史や地域を題材としてきましたが、今回は異なります。番外編として、古いメンバーから新しいメンバー、他のチームの皆様、そして聖夜を応援してくださる全ての人が踊れる総踊り曲として作り上げました。よさこいに出会えたこと、よさこいが踊れることに感謝して、私たちはこれからも演舞し続けます。それではご声援よろしくお願いします。はい。広がる
感謝の